いします。さあこちらのチームなんですが、坂本龍馬が生まれた町上町ということなんですが、こちらのチームよさこい祭り第1回から参加されています。大変歴史のあるチームです。10歳から15歳まで147名の踊り子の皆さんで結成されています。先ほど裏で代表の方にお話を伺いましたが、ぜひね、この子供にしか出せない笑顔を皆さんに見ていただきたいとお話しくださいました。それではマイクをお渡しいたします。よろしくお願いいたします。はい、どうも皆さんこんにちは。私たちはですね、坂本龍馬生誕地上町からやってきました、上町よさこい鳴子連と申します。先ほどご紹介いただきました、よさこいが始まった第1回から、この今回の61回まで1回も休むことなく連続出場しているチームでございます。上町はですね、小学校4年生から中学校3年生で構成されているんですが、やっぱり上町の売りは元気な笑顔と踊りですね。ここを、例年以上に精一杯練習してきましたので、そこを楽しんでいただければと思います。今年ほどね、よさこいを踊れる喜びを感じた年はありませんでした。ここのこの高知城ステージでも元気いっぱいの踊りを披露したいと思いますので、どうかお気に入りよろしくお願いいたします。踊り子さん、準備はいいですか？笑顔いっぱい踊れますか？じゃあ元気よく踊るぜよ、踊るぜよ。高知県のかわいいおもてなし、上町。シャンシャンシャン、心も体もよさこいだ。笑顔で楽しく踊れ踊れよ、上町よさこいなるこれ。体中弾けて、のっちゅうやっちゅう、みんなで行くで。Oh, yeah.
来てみや、ジンマンバンバンよう踊る、鳴子を鳴らしてシャンシャンシャン、心も体もよさこいだ、笑顔で楽しく踊れ踊れ、はい、宿題せなガキで帰るでよ、はい、どうしましょう、ありがとうございました、ありがとうございました。上町よさこいなるこりんの皆さんでした、代表の方がおっしゃっていましたように、子供にしか出せない笑顔をしっかりと皆さんに届けていただきました、ありがとうございました。さあ続いてのチームです。